ちは。実は昔は新年の始まりは今と違う日にあったことを知ってますか？そうなんですか。つまり1月1日ではなく今と違う日だったんですか？全然違うんですが、いつだったんですか？ぜひ教えてください。はい、実は昔立春が新年の始まりでした。で、立春の前の日である節分が大晦日だったのですね。そうだったんですね。じゃあ今の豆まきも新年と関係あるわけですね。はい、その通りです。というわけで、節分の豆まきは厄や災難をお祓いする大切な行事です。だから鬼は外、福は内という掛け声をするわけです。そうなんですよ。だからそのために、あの節分は一年間の中で最も重要な行事の一つでした。なるほど。いろいろ教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、鬼は外、福は内。家庭で豆まきをする際は、家のドアや窓を開けてから鬼は外と言いながら豆をまき、払った鬼が戻らないようドアや窓を閉めてから福は内と言って部屋に豆をまきます。この豆まき方法も地域によって多少違いがあるようですが、一般的なのは部屋の奥から玄関に向かって豆をまく方法です。都の上州では豆の代わりに落花生を巻くのが多いです。節分の時の豆巻きは大切な行事ですが、それだけではなく恵方巻きを作る習慣もあります。はい、なので今回のチャレンジは恵方巻き作りです。おでは早速始めたいと思います。材料はこちらになります。では今回ですね、特別の恵方巻きを作りたいと思います。特別というとですね、実は都城産の肉を使いたいと思います。今回はですね、はい、鶏肉、そして牛肉、最後は都城の豚でーす。ですね。では早速始めたいと思います。はい、頑張りましょう。キマスの上に海苔を乗せ、その上にご飯を薄く伸ばして乗せます。そこで七福神を代表する7つの食材を入れます。はい、そこで特別メニューも投入しましょう。海苔の端を持ち、手前からくるりときつめに巻いていきます。巻き終えたら全体をギュギュッと握り、巻き終わりを下にしてしばらく置き、海苔をなじませます。海苔がなじんだら、濡らした切れ身のいい包丁で両端を切り落とし、完成です。その年の縁起のいい方向に行って食べるのは恵方巻き。じゃあ今年のいい方向はどこですか？2021年の恵方は南南東です。おお、じゃあ南南東を探しましょう。あ、実はですね、私はある絶妙な場所を知ってますので、そこで一緒に食べましょうか。はい、ぜひぜひ。では行きましょう。はい、はい、こちらは市役所の8階の展望室になります。おお、とってもいい景色。しかも方向も分かりやすいですね。ですね。はい、では皆さん準備はいいですか？はい、はい、南南東を受けて丸かじりしてください。はい、また無言で食べますと演技がいいそうですよ。はい、では皆さん、今回のチャレンジは成功しました。お疲れ様でした。では
ではまた次回会いましょう。